はいどうもこみです。さて本日はつむぎ組さんからお届けしていきます。サンフォル13を見ていこうと思います。 WCL という大会ですねから見ていこうと思うんですけども、やっぱねこういうガチ戦になるとつむぎ組さんのサンフォル13ってスパネク使うケースがめちゃくちゃ多いんですね。でまあ何せスパネクってどんな格好でもその持っていけちゃう、なんサンフォル13においては割と万能性がありかつなんていう普通にも強いんですよね。普通に強いんですよ。だからこれをね、どういう風にまあ今回決めてんのかなっていうところに着目しながら3本見ていこうと思います。それぞれね違う、戦術の形になっているので、まあ、スーパーネクロを使う上で、まあ、こんな風なバリエーションを覚えておくといいよっていうことでね見てもらえたらと思うんですけども、まずは羊さんですね。もともと中華式とかもうまい方だったんで、この戦術もだいぶ使い慣れてらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、スパネクですね、スパネク4体プラスネクロマンサー2体という形にしています。スーパーボールブレーカーも2体入っ てヒーラー5体ですね。天才と言われるライトニングクエイクがありつつのウッドランチャーがあるので、これどこに使っていくのかなというところなんですけども、まずはグランドボーデンおでひをしながら奥側ですね、これ投石とクロスボウをライトニングクエイクで追っていきます。でさらにグランドボーデンの破壊をこの辺のね、まあ、できればエリターン最低限この、対空砲かなまでやっていくことによって、これ奥深くまで、カットをねこうつなげるような格好を作っていきます。でスーパーボールブレーカー1体使ってここのアチャトンの前を破壊していってますね。おそらくもう1体使ってこの、ウッド投石のところにね入っていくような壁の開き方をしていくんだと思うんですけども、今使ってもおそらく壁に到達する前にスーパーウォールブレーカーがやられちゃうというリスクがあるんで、まだ出してませんね。でスーパーネクロマンサー、対空砲で壊したところでスーパーネクロマンサー出していって、さらにあこれこの違うごめん間違えた、ここ開けるのか、あなるほど、はい、しっかりと奥のイーグル砲に通るルートを開けて、スーパーネクロマンサーとビッグボーイと呼ばれるこのでっかい骸骨ですね、こいつに、先導させておきながら、後ろからウッドランチャーで刺していくという格好ですね。これねウッドランチャーを先に出しちゃうと、まあ、当然やられちゃうんですけども、なんで後ろからね遅れて出したいんですけども、じゃあ遅れて出すと今度壁が開かなくってユニットがこう入ったのが全部取れちゃうっていうケースがあるんですね。そうならないようにユニットがちゃんとまず中に入れるように一層この壁を開けておいて、ユニットが奥まで入っていける状態を作ってからこの壁とこの壁、この2個の壁をウッドランチャーで開けるために、開けるためにウッドランチャーを使うっていうのかな、いう形を作ってますね。でロイヤルチャンピオンはこの投石機を狙っていきます。これはどうしても横打ちしてきちゃうので、まあ、ロイちゃんで刺していこうというふうに考えてたんだろうなというふうに思うんで、俺もプラン通りですね。でネクロマンサーで外周、カットするというか、まあ掃除していくはずだったところをスーパーネクロ2体入っちゃって、まあサイドカット部隊がめちゃくちゃ豪華になってます。まあその分中央ちょっと厳しくなっていくんですけども、これタンホールまでも突破できちゃえば、あとは逆にこれ横から回ってきたスーパーネクロとネクロマンサーが無双しちゃうので、これもどう考えても全開ですね。すんごいなぁ。なるほど。鮮やかすぎる。まあスパネクが2体逸れちゃっているんですけども、まあ考え方のポイントとしてはここですよね。この部分のなんか縦長に見えるところっていうのがどう考えてもこれまっすぐ切りやすいから、まあ、そこにスーパーネクロを刺していったというところで、1層目のこの部分の壁、この部分の壁っていうのはスーパーボールブレーカーで開けながら2層目3層目をウッドランチャー使ってゴンとね開けていったっていうところですね。このやっぱ壁開けの技術だったり発想アイデアっていうのが、まあ、これを展開に導いた大きな要因なのかなというふうに思います。うまいですね。もう一本チョコさん見ていきたいと思います。これは、投下閉射型ジャンプ2枚パターンですね。ウッドランチャー使うと壁をこう殴り開けてくれるんで、ジャンプの呪文ってそんな2枚、1枚は十分なんですけども、今回の、パターン、投下閉射にしてるので、ジャンプの呪文2枚いるというところですね。なんでこういうルートを作ったのかっていうのをちょっと一緒に見ながら考えていきたいんですけども、ここ、天才で壊しながらグランドウォーデン、これですね、金庫とアチャトをしっかりカットすることによって、多分この辺から出てくるスーパーネクロが、こっちのね、なんていうのかな、九時方面に取れないようにきっちりカット入れてますね。で、さらにジャンプの呪文を使って中に入っていきます。こういうね角に壁の穴開いた、配置ってどうしてもなんか
ここからね、こうスーパーネクロ入れて、スーパーウォールブレーカーで壁壊してとかやりたくなっちゃうんですけども、これみんなやっぱね、ジャンプ使いますね、ここは。だから、ジャンプ使わせるためにこういう壁にしてるっていう風に、まあ、守る側からすれば言えるし、入る側からすればこれやらないときっちり中心のこの入れたいところにね、スパネクが入っていかないっていうリスクがあるってことですね。で、まあ、今回言えば、ここから行っちゃうと、タンホールにはまっすぐ行けるんですけども、この辺から横打ち食らいまくっちゃうんですね、こういう風に。なんで、入れる場所としてはやっぱりここにこう入れていきたいというのがあるから、ジャンプ2枚持っていってるという格好ですね。で、10日弊社、言いませんでしたが、ここ、ゴチ方面出してますね。この部分から歩いてきたペッカがずーっと外周掃除してくれる格好で、それに合流するようにロイヤルチャンピオンも出していってます、これね。3時方面からタンホール方向に向かっていってますね。で、呪文がもうないんですけども、まあ、ここね、もう圧倒的に、この、スーパーネクロとビッグボーイ、アーチャークイーンがいるので、もう火力十分ですから、まあ、タンホールはダメージのを受ける領域に入ったら、もう速攻で壊したような感じですね。で、外周部分、まだペッカが生きているということと、ロイヤルチャンピオン、これ、ホーミングシールドを解放して、防衛を壊していきつつ、あとは回収に、いいぞしむというところですね。いやー、素晴らしいですね、めちゃくちゃこの真ん中のこの部分っていうのを、まあ、テスラが生えてきてちょっとやらしいんですけど、まあ、結果的には物ともしない格好で全開取ってますね。はい。まあ、ルートを作るにしてもそうかな。やっぱりここをデヒしてっていうと、まあ、こんな風に刺していくルートもあるんですけど、ユニットがみんなこの壁伝って外に逃げちゃってタウンホールが残っちゃうっていうケースがやっぱりあるし、まあ、やるんだったらここをね、きっちりとオデヒープラスライトニングで潰して、このルートですよね。このルートで、まあ、こっからネクロがこういう風に、ね、壁の外から出てこれるので、出てこれるっていうことは、まあ、今回あちゃくにこれ壊しましたけど、壊さなくてもこういう風にルート取ることによって全部この辺全開できちゃうわけで、まあ、あえて別に、壁をあちゃくにが殴ったからうまくいったっていうわけでは全然ないですね。むしろ壁殴んない方が良かったまであるかもしれない。まあ、ぐらいの、ちゃんとね、壁の隙間を、見極めたルート設計まで、できている完璧なプランニングっていう感じですね。これが10日弊社型ジャンプ2枚使ったパターンになっています。さあ、ラスト、パンパンのパンダさんのアタック見ていきたいというふうに思いますけども、シューター型ですね。このシューター型も結構やっぱ強くって、今の環境、あのシューターが刺せるんだったらシューター刺しちゃった方がいいんじゃないかなっていうふうに個人的にはどんな攻めをやってても思いますね。それもディガホグでもドラゴンでもそうなんですけども、まあ刺しにくい場所だったり刺すことによって、あの逆にルートがうまく作れなくなっちゃうみたいなことがある場合にはまあやんない方がいいんですけど、まあ先の2本っていうのはもしかしたらちょっとここ見てなかったけども、シューター刺せないような感じになってたのかもしれないですね。で、シューターを使ってどこを刺していくかというと、ここですね。転生を使ってこの部分、クロスボウを壊していきました。で、グランドウォーデンはこのタンクまで壊すことによってカットをきっちり入れていきながら、シューターで投石を狙っていくという格好ですね。で、今もこれシューターさせないように多分なってたんでしょうけど、グランドウォーデンをこう脇に出すことによって、あ、ごめんなさい。脇にグランドウォーデンを出すことによって、シューターを、壊してくれちゃうような、こういう辺の防衛っていうのを全部、グランドモデルが壊してくれたんで、まあ、その後から出てくるシューターはもう盤石の体制というか、脇打ちをされない格好でずっと、投石まで狙っていけるようなルートを歩くってことですね。で、序盤にしっかりとイーグル砲を壊したのもベストですね。これができるので、あとはもう、ネクロマンスたちは目の前に相対する防衛としか戦わずに済むという格好ができているので、ジャンプ2枚やっぱり持ってきます。ウッドランチャー使う場合はジャンプ1枚ないしはもうジャンプ0枚でもいけるんですけども、10日弊社だったり、シューターを使う場合にはやっぱジャンプ2枚ですね。まあその分10日弊社から出てくるペッカビザードだったり、あとはシューターの攻撃力っていうのがまあバカ高いので、あのレイジを1枚減らす部分っていうのが、まあ、別にそんな苦にもならないということですね。で、これはちょっと上手すぎるんだけどね、ここの壁を開けてるキングを誘導し、この投擲狙っていってるんですよね、これね。ちょっとこれは上手すぎるな。これはなかなかできない。ちょっと真似しろって簡単に言われてもきついけど、まあ真似できたらすごいですね。はい。さらにジャンプ2枚重ねて、スーパーネクロたちをフリーズ2枚残してる状態でタウンホール方面にぶち込んでいきます。で、キングがターゲット取ってるのを見計らいながらロイヤルチャンピオンですね、これ。
富士方面から出していってタウンホールを先のようにぐるっと回していこうというような考え方ですね。タウンホールにはしっかりフリーズを当ててほとんど機能をさせずにそのままスーパーネクロマンサーとアーチャークイーンで追っていきます。という場の、突破劇でしたね。シールドを使って防衛全部おしまいと。ガーゴイルもこの辺のね3時方面見逃さずにちゃんと出してるあたりがもう細かすぎてうますぎて言葉にならないというところではありますけども、まあシンプルになかなかまとめにくいところではあるんですが、まあ、まとめられる範囲で言うとシューター使う場合っていうのは、ジャンプは1枚ないしは、あ、違うわ。ごめんなさい。ウッドランチャー使う場合というのは、ジャンプ0枚ないしは持っていっても1枚ぐらいでいいよと。ただ、シューター投下弊社使う場合は、基本ジャンプ2枚編成にどうやらなりそうかなっていうのが見えてきましたね。で、シューターをさせるなら多分シューター刺した方がいいと思うんですけども、刺しにくい場合っていうのは、投下弊社ないしはウッドランチャー、それぞれ、ウッドランチャーを使った場合ってね、壁がランチャーの直線上に開いちゃうので、開けたくないところとか開いちゃってね、ユニットが取れていくリスクもありますから、まあそういう風になりかしな場合っていうのは、投下弊社にするし、まあちゃんとまっすぐ、シューター開けてくれればいいよっていう場合には、ウッドランチャー、ごめん。ウッドランチャー開けてくれればいいよっていう場合には、ウッドランチャーにすればいいってことですね。で、グランドボーデン、オデヒーパートには基本的にはライトニングクエイクを積むことによって、グランドボーデンのカット、殴って行うカット、プラスもう一歩奥の方にある、主力の防衛となりうる、投石がベストかな。それがない場合には、まあ、クロスボーないしはインフェルノ。まあ、インフェルノぐらいは折っておきたいんだけども、まあ、その辺の施設をライトニングで狙っていくという格好で攻めていくのが、オーソドックスなのかなというところですね。今回、パンパンドパンダさんは、これ、クロスボーを、クロスボーそうね。だから、クロスボープラスインフェルノをここを、ライトニングで折ったんですね。これ、すごくアドがでかいところを折っていってると。で、ここに、迫撃砲があって、まあ、一応投石を守ってるっぽいんだけども、これをグランドウォーデンで壊しちゃうから、シューターが刺さっていくってことですね。まあ、これ、迫撃、ここにあるなら、シューターもそもそも多分ここに刺していけるんで、あんま関係なかったかもしれないけど、この部分は甘かったですね、シューターにね。これをちゃんと見極めて、パンダさん、シューター使っていたこの攻めをお見事だったかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日はスーパーネクロマンサー特集でお送りいたしました。どうでしたでしょうか。こんな形で僕のチャンネルクラン体制の解説中心にやってます。タンホール13、14メインで扱っておりますので、動画にいいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。